元気が出る大チャンネル京都駅の時です。到着です。地上口、おはようございます。またお世話になります。よろしくお願いします。お迎えに来ていただきました。本日お世話になります。改めまして紹介させてください。大林小石兄貴です。おはようございます。よろしくお願いします。兄貴は2月にお誕生日迎えられて、2月25日にね、はい、無事還暦になりました。おめでとうございます。自分で拍手するかクラウンのめぐるさんがね、めぐるさん昨日メール来まして、はい、還暦になりましたということでね、はい、今あのみんな還暦歌って若いし堂々と還暦ですって、まあそうですよね、言わはる人が多い ね。昔はなんかそんなんじゃなかった。かっこいいですよ、若いですからかっこいいですよ。いやいいですよね。そんなことないですけどね、はい、いろいろと安くなっていいですよね新幹線とか意外とそういうの大事ですよね。はい、利用しない手はない。シニア割引、はいね、うちらも頑張って還暦に向かっていくぞ。さあこれ鴨川ですよね。鴨川です。ここは7条ですね。橋を渡ってます。はい、いいですよね、おつな感じで。あそこに新幹線がベー、そうですね、新幹線走ってますね、乗ってきましたこれ山を越えると滋賀県ですね。そうです、あのね、山ね、はい、ここは33元堂ですよね。そうですね、33元堂。もう修学旅行やで、そうですよね、海外のお客さんやら観光客、はい、もう京都もね、海外のハイアットお客さんも、で美術館ですね、京都国立美術館。そうですよね、この辺はね、清水寺が近いですね。そういう施設が結構京都に来るとドキドキしますよね。いろんな施設がいっぱいあってね、この辺は特にね、そんなんが多いね。そうですよね、試着院があったりね。京都市内から約車で10分、1号線入りました。ここから30分くらいですか。そうですね、これまあ五条通りっていうね、はい、1号線、はい、これからあの、いわゆる琵琶湖沿いの、そうですね、道に入ったら、はい、まあもうそれ15分くらいかな、はい、そうですね、20分かな、楽しみです。いや30分かな、何分やねんってちょうどこれね、今琵琶湖の方に向かってるけど、はい、山科のね、西野っていうところ、はい、ちょっと新幹線の、そうこの辺でね、はい、アナウンスが東京の方からちょっと着くときに、はい、じゃんじゃらららららら、あ、はい、まもなく京都です。あ、この辺なんですね。この辺から言う。そうなんですね。でこの辺来たら、はい、あ、帰ってきた。あ、そうですね。こう思い出せばいいですね。わかりやすい話です、ね。そんな場所ですか。はい。いつか兄貴のイベントに呼んでもらった時に、うん、はいはい、木村拓哉さんのお母さんが審査員でお見えになってて、うん、はいはい、ね、素敵な方でしたよね。そうですね、はい、で社交的でいろんなところにこう ね、はい、お顔を出されてるみたい。そうですね、そして兄貴は祇園でチャップリンっていうお店もされていらっしゃるんですけど、そのお店でお客様いろんな ね、もちろんその木村拓哉さんとか、うん、松平健さんだとか中村雅俊さんだとか、まあ、著名な方がいっぱいお店にね、そうですね、その撮影の打ち上げとかで、うん、やっぱ京都ですからね、あのご縁があってって話なんですけど、そうそう、あのうちの亡くなっちゃったけど、はい、社長と社長の奥さんのね、はい、あのベラミで、はい、もう店長して、はい、看板歌手 で、はい、で芸能も全部仕切ってやってはったから、はい、まあ、ね、松平健さんとなんかはもうずっと仲良くさせていただいててね、はい、まあ、そんな感じで松平健さんがの京都でなんか打ち上げとかするやったら、はい、チャップリンチャップリンっつってね、あ、嬉しいですね。なんかその俳優さんの中でこう、はい、ずっと広めてくれてたんで、はいはい、で映画をね、あの5時間ドラマかな、はい、撮らはった時に木村拓哉さんとか来られて、はい、まあ本当に素晴らしかったね、はい、いろんなことを学んだ一流の人はね、うん、まずね、はい、あのお店入るでしょ、はい、そしたらね、一番手前の下の席しか座らない。木村拓哉さんもそうだったし、そうですか、はい、あの沢村一樹さんとかね、はい、いろんな方が、中村雅俊さんもそうだったけど、はい、奥には座らないんです。そうなんですか。やっぱりスタッフを立ててね、はい、徹底してありますね。一流なんですよね。一流。ほんでね、ちゃんと挨拶する時もね、はい、全員の名前を覚えてね、はい、ちゃんと一人一人にお礼言ってたね、打ち上げで。まあ本当にびっくりしました。素晴らしいですね。うん、ああ本当にもう勉強させていただきました。そうあるべきですよね。俺全然できてないけど。いやいや、なるほど。大林小石先輩はですね、はい、広正先生のお弟子さんで、その広正先生つながりで自分もご縁ができましてね、そうですね、輝いていただいてるんですけど、はい、ね、でも一流になりたいですね。そうですよね、人として一流になりたいですね、
もうなってるじゃん。何をまだろう、まだまだです。だって大ちゃんさ、はい、楽屋入りしたら必ず一番に全部の部屋挨拶して、はい、行きます行きます、もちろん、はい、普通ないよなかなか。そうですか。そんなだって一番の主役がさ、はい、素晴らしい、ありがとうございます。いやいやいや、手原さんちゃんと先頭、はい、さあ会場到着です。アガリアンセ、こちらですね。はい、帰ってまいりました。はい、スーパーリゾートですね。今日ここでイベントです。ただいま、この楽屋になります。お邪魔します。今日は夜はここで泊めてもらいますけど、いやー綺麗だな。正面には琵琶湖です。あら、あー気持ちいい、とってもいい天気です。頑張ります。今日のパンフレットになります。第5回琵琶歌謡祭、こういう感じになっています。歌仲間の皆さんがたくさん歌ってくれますね。楽しみです。北川大輔の歌も皆さんたくさん歌ってくれます。そして最後はこういう感じです。ゲストコーナーね、楽しみです。今日の進行表になります。こういう感じです。70分盛り上がります。打ち合わせの首脳会議です。ご紹介します。非企画の榎本ご夫妻です。そして竹森先生です。大林先輩です。北川大輔です。今日お世話になりました、よろしくお願いします。もうとにかくね、はい、前回、去年の9月です。はい、そうですね。もう知りたいです。もうどれだけお客様が喜ばれたか、はい、でもう、ね、アンコールっていうか、はい、呼んでほしいって呼んでほしい。ありがとうございます。もうその声がものすごく多かったもんですからね、はいはい、これからもね、はい、もう私どものお客さん、はい、喜ばせていただきます。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ下が終わりました。兄貴とこんな感じでーす。はーい、着物に袴でございま す, す。それでは頑張っていきましょう。行きましょう。せーの、えいえい、おお。さあ今日の会場です。こんな感じでーす。で、今日のイベントです。乾杯御礼、嬉しいでーす。さあステージの脇に入ります。行きます。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。よろしくお願いします。やってますね。いらっしゃい。いいじゃん。いやI'm gonna make you mine.
演歌会では歌謡祭ということでお招きいただきましてありがとうございます。エクボとヤエバとリーゼント、とってもいいやつ北川大輔です。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。奥様、お花見なら、お花見ながら奥様から、すいません、見なかったことにしていただいてありがとうございます。感謝します。ありがとうございます。このアガリアンセというとても素晴らしい場所でですね、今日歌うのを楽しみに来させていただきました。心は起こせばアガリアンセ合唱団の皆さん、ございました。ありがとう、大きな拍手でありがとうございました。どうもありがとうございました。人の悪口を言う時間があるんなら、人を褒める時間を増やしたいなとか思いをしています。ついてないついてないな口癖の人は一生付き合いがなくなるそうですよ。世の中が変化してましたね。ウェディングドレスが今までは白だったんです。無垢ということ、これは着物もそうです。そう、やっぱり白というのはあなたの色に染まりたいという言葉なんです。ところが今は主流が黒になりつつ、本当の話よ。今ファッションショーとかでウェディングドレスを選ぼうとする女の子は黒が多い。今度はどういう意味かって言ったら、他の人に染まらないって意味なんだって。だからね、黒いドレスなんですって今。面白い。だから世の中っていうのは変わるんですが、意味を変えれば逆転もするっていうのが分かるわけですよ。KBS 京都様の方で番組の放送が入りました。変化一品さんでやってるね、ペッペン撮ったんで、ちょうどここで撮ったんですよ、収録。ありがとうございます、ね、嬉しいございます。はい、まあ日本一のラーメンですよ、美味しい、大好きですもん、こってりもさっぱりも大好きですね。はい、美味しいですよね。ごちそうスープですよね。あんな美味しいものってよくどうやって作るんだろうと思う、ね、今日会長もお見えになってないので、本当ね、なんか作り方を教えて帰りたいなって教えてくれるわけないけど、でもすごく大好きでございますね。なんですけど、そして今朝はですね、 BS の中2チャンネルの方でまた番組の方の朝ね、阿部律子さんでやってる番組がありまして、その司会で、ね、出させていただいて、まあ、あとは NHK の BS 日本の歌とかいくつかの再放送も含めていろいろ出していただいておりました。一応北川大輔はですね、レコード大賞に3回出演させていただいてまして、あと NHK の年末の最後の番組だけ出てないんですよ。でこれでうちのマネージャー君と話しておりましたね。 NHK の年末の最後の番組一度でいいから出てみたいなって話をうちのマネージャー君としておりました。そしたらうちのマネージャー君が何て言ったと思います。大輔さん、 NHK の年末の最後の番組は行く年来る年ですよって。すなわちこのすぐそこですよ、比叡山で、うーん、あれ出てみたいですよね。
全てのお寺の中心は比叡から始まってますんでね。小林さん、よろしくお願いします。ただいまご紹介にいただきました大林浩司でございます。あの小林さんはですね、もう平正明先生からのつながりがありましてね、すごくあのお弟子さんでいらっしゃって自分を可愛がっていただいたので、お別れの会の時にね、一緒にいたんですもんね、うん、そうですね。伊吹博さんだ、あの瀬明さんだ、小柳ルミ子さんだとかたくさんいらっしゃるところに一緒に二人ですぐ横というか隣にね行くことができて、一緒にあのお別れをして切ない思いをしながら帰ってきた、一緒に行きましたもんね。そうそうそう、今大事な兄貴のような存在の方でございました。今日は歌謡祭の祭りですからね。はい、まず手拍子、ダガダガダッダガダッダガダガダッダガダッダッダだだだだだだ、オッケー、大丈夫ですね。ラッセーラー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 、ありがとうございました、本当にありがとうございます、第5回、ヴィラン歌謡祭盛り上げていただいてありがとうございました、はい、ありがとうございました。皆さん、はい、また北川大輔さんね、お呼びしましょうね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。おごと温泉あがれあんせ、実は今大輔さんがお風呂に入っています。ちょっと行ってみましょう。誰もいないですね。大輔さん脱いでますね。ちょっと見てみましょう。大輔さんがお風呂に入っています。滋賀県の小本温泉、お椅子もすべすべで最高です。ステージなどは温泉気持ちいいです。よろしくお願いします。この動画が良かった
ったと思われる方はいいねボタン、そしてチャンネル登録お願いします。